皆さんこんにちは、です。さあ今回なんですが、ウルトラゴッドミッション1弾初バトスタやっていきたいと思います。極み18段まで昇格しました。今回でね、いやあと2段で極み20段っていうところなんですが、18ってお箱って読むよね18番でお箱だよね。はい、そんなことはさておき、今回アイオス使っていきたいと思います。さあ片目だけ光るのかな、これ。あ、どうなんだ。あ、いや両目光るね、両目光ります。いやすごい美しい、カードイラストが美しい。まあ性能はね、もうぶっ飛んでますね。これなんでこんな強くしちゃったんだろうなっていうぐらい、ぶっ飛んでます。もう言うことなし。正直言って今までのカード性能をなんか全て覆すような性能してまして、この僕に任せてみる。表面を上にして下画面に置くんだ。かわいい。この僕に任せてみるかい。まあね、声優さんがアルミン、進撃の巨人のアルミンと同じ声ということで、自分その声がすごい好きで、てかなんならアルミンも好きで、昔光の子っていうアニメのね、東野明っていうキャラがいたんですけど、そのキャラもね、同じ声優なんですっていうね。まず声優で好きなんですけど、見た目も好きで性能も好きで、もう全部好きですまあ今回のウルトラゴッドはもう完全にね、アイオスの段と言っても過言ではないでしょう。はい、とりあえずこれはもうなんかあれだね、無難に強いので、まあゴリゴリ編成で使っていこうかなって思うんですけど、ユニットはまあまた別の動画で使っていこうかなと思うんですけど、とりあえず今回はね、このアビリティとかね、なんかキーソードとかも強いので、そこら辺をメインで使っていけたらなと思います。はあ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 、2キルなのかな、2キルっぽいですね。はい、2万3000の2ラウンドアブリ、よし、オッケー、わかった。さあトランクス、おーおー、なんだこのさ、圧倒的強者感がすごいよ。ちょっとじっとしていてもらうの。ほら、大猿を封印できちゃうっていう。相手の時の封印が解ける仕組みなんだ。かわいい。不要なチームには消えてもらうから、あとはよろしく仲間アタッカー、不要なチームには消えてもらうから。素晴らしい、素晴らしい。なんていうか、今までのキャラの中で一番いいんじゃないかな。いやごめん、ロベルは別例外としても、それ以外で一番いいんじゃないかな。なんか最高の敵キャラが登場した感じ。僕を止められるかな。しかも水色っていうね。いや水色大好きだからさ、嬉しいな。僕が出ようか。まあ今回こういうね、セリフとかもね、聞いていけたらなと思います。じゃあまあとりあえず亀裂もしないんで、てかもう普通に攻めようかな。あートランクスなんだ、あれ。あ、わかった、あれだわ。トランクスが、巧妙な罠なんで、まあちょっと怖いかなってのも思うんですけどね。まあロゼ3は今回飾りですね外してもアイオスがいるからっていう、そういう考え方でね、激しくいきます。はい、アイオスのスタンプ出たらさ、ちょっと欲しいな。50位でもいいから欲しいなって思っちゃった。めちゃくちゃいい、最高だわ。最高のリキャラですよこれ。もうじゃあもうかなり人気もあるんじゃないか。あ、これ先行じゃね。いやー怪しいか。さあ7対6、まあ次でお互い打てるかなっていう感じなんですけど、これレベル10がさ割とあっさりなんで、まあその1枚出しデッキとかじゃない限り、あーなるほど、リンクがかかってる。はい、先行取った、でかい。じゃあ女の子にキーソードいきます。これキーソードロックでパワー10万ダウンがかけられるんで、女アバター刺します。さあまあぼちぼちの滑り出し、はい、腎臓覚醒の兆しも相変わらず。はい、来た、パワーガード半減、強い。え、強くね、待って、これ毎回だよね。あ、永続で毎回か、やば。しかも
エナジーが多ければ固定戦闘力無効化できるから、今回だったらリンクベジータリンクベジータこれで消せるよ。だからこのレンマとも相性いいっていうね。さあガンガンいきますか。いや面白いな、要するいや面白いですね。はい、でかいでかい。あら、ノーチャージ。これさ、これさ、さ100未満が、まあ、今いなかったけど、もしもパワーがね、自分チームに100未満がいた場合ね、ミラクルと復活も封印できるから、それやばいよ。それはかなりやばい。あー押せるね相手。よし、できればそれ起こさないでほしいんだよね。できれば寝たままにしてほしい。多分相手メテオで起きるのを狙ってんじゃないかな。まあやらないんだけどね、メテオ。さあダメージももうかなり与えられたんで次でいけそうなんですけど、まあまずはこれキーソンドロップ。まあここは女でしょう。さあこれ確定ロックですね。やっぱいただき&人造のアビリティで気力相手3本ダウンだからね、もうこれで気絶させてキーソードさせるっていう、ね、まあ素晴らしいコンボでしょう。さあ行ってもらうよ。だよね、アイオスがさ、なんかこう僕っ子属性僕っ子なんですよね、完全に女の子なんだけど僕っていう一人称がなんかすごい中性的で可愛らしい。さあなんて言うんだろう。君では逃げられない。君では逃げられない。はい、ロックしていくというね。なんか似合うね、やっぱキーソードロック似合うね、時の海王子なんでね。はい、こんなに素晴らしいキャラクターを今まで出さなかったっていうあ、相当いいさ、あれだろうね、キャラクター考案者が現れたのか、ちょっとわかんないけど、なんか一線を隠してるアイオスが。この神々しい感じとかもさ、なんか今までない、単純に可愛いんじゃなくて神々しい可愛さっていうのがちょっといいね。だから今までのその、なんだろう、相手キャラクターがさ、そのドミグラから始まり、なんだろう、メチカブラとかあとなんだろう、ヒューとかじゃん。そう考えるとね、過去最高の敵キャラっていうポジションを確立したんじゃないでしょうか、アイオスちゃん。めちゃくちゃ可愛い。青ローダーも似合うし、すごくいいね。いや、時の力解放とかも出んのかな、なんかちょっと楽しみだよね。ただなんかそんなになんだろう、魔改造してほしくない。あっと、アイオスを止めてくる。巨大化とかなんとか吸収だけはやめてくれはい、ミラクルナイス。なんかミラクル出やすいな、アイオス。そんなことあんのかな。あー、やっぱ危なかった今止めてくるもんね、普通にこの人。いやー、うまいな、うまいな。エナジー破壊もちょっと辛いんですよね。はい、レンマに乗ったで、ラウンド2はもうおそらく先行は取れないんですが、まあ相手3人10万ダウン乗っかってるんで、てかそのうち確かベニカ面にも乗ってた気がするんだよね。そう考えるともうあれじゃないかな、相手火力出せないんじゃないかな。まさか女の子の倍増でご利用しなんてことないだろうし、てかそもそも相手5000ミサイルじゃない。ガンガンの可能性は大いにありますね。はい、来た。7000かガンガンか。あー、7000だね。じゃあ守るしかないか。そしたら、あ、違う、え、待った、待った、ベジータ、ベジータどっち、何本、何本だ。あ、ゼロか、ゼロ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 、オッケー、いけるわ。いや、多分先行取れると思う。
てかこのアイオスちゃんがその常に気力全回復、気絶無効をついてますので、これめちゃくちゃいいですね。だからその気絶してキーソードが打てないっていうこともなければ、亀裂に攻撃が飛んでくるっていうリスクもない。僕が出ようか。めちゃめちゃ使いやすい。はい、めちゃくちゃ使いやすいですね、今のところ。よし、送信。まあとりあえずこんな感じでいってみようかな。まあ先行取れたら取れたでいいけど、取れなかったら取れなかったで、まあなんとかなるかなっていう感じで。むしろターレス出して固定戦闘力もっと増やした方が良かったんじゃないかっていうのもね、思ったんだけど。さあ、果たしてどう動いてくるか。はい、いやー先行微妙、多分取れない、多分取れない気がする。あ、よかったよかった、それでかい。やったな、時の限りのレベルがマックスだ。さあ消えてもらうよ。これがゴッドの力だ。あー、そっかそっかそっか。いや、でも腎臓からしたら別に、あ、先行取った、よっしょ。腎臓はやっぱパワー2万ごときじゃね、パワーマイナスなんないからね。よし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 。まあエナジーなくなったけど、ゴリ押せんじゃないかな。甘いか。はい、パワーが半減もでかいし、いただきもでかい、でかいでかいでかい。これあれじゃない、なんかで下げられてたよね多分今。あ、巧妙な罠でパワー下がってたからよかったね。発動したね、アイオスの時の牢獄っていうね、2つ目のアビリティ効果が発動しました。さあタイムブレイク行ってみよう。行くぜ。さあ大皿の力を操るこのアイオスの力で、はいはいはい、3000個手与えて残り8684。これはもう圏内入ったんじゃないでしょうか。さあ腎臓圏内ですね、龍拳ダブルで落とせます。さらにこれ丸、めちゃくちゃいいな、これ今のところめちゃくちゃいいですね。体力も高いしね、そこも評価高いんですけど、これが何より強いな。今やってみた感じ、これがなんか一番強い気がする。で、なんなら長尾もね、封印とかあるんですけど、今のところ復活とミラクル封印してるので、例えば相手がこれで乱戦を制する戦士アプリっていうね、復活アプリ使ってたりとか、バーダック軍団でね復活組んできても、こっちにパワー100未満さえいればなんかね、それだけで復活も全然怖くないんで、なんかもう運要素をとことんなくすみたいな、そんな感じの性能してる気が。はい、まあこれはミラクル、あ、そうだね、ミラクルどっちも封印だったのこれ。連馬いらなかったかもね。はい、とりあえず行きましたね。素晴らしい、めちゃくちゃ使いやすい、てか超強い。ダンジョン始まる前から強いなとは思ってたんだけど、いやー予想以上の強さでした。正直に言って負ける気がしない。負ける気がしない、そんなレベルで強さを感じてしまった。いいね、時の中で朽ち果てるがいい。さあこれはもうオーバーキルで復活も封印してるんで、このまま KO です。いや強い、強すぎ。そうですね、まあ相手がさ腎臓だった場合、ほぼ無条件でこれ発動するんで、レンマ相手が腎臓だったらこれいらないかな。どうせミラクル相手出ないし、ここ一枠余るね。はい、あーなんかいいね。これさアイオスの勝ちゼリフもちょっと後で聞きたいんで、それもねちょっと載せたいなと思います。ということで、ちょっとまだまだいけそうなんで2戦目やっていきたいと思います。バトルアプリの、さあ次はちょっと戦闘力制限の融合デッキでいってみたいと思います。はい、あー落ちみろー、ウィローは嫌なんだよね。いや、ウィロー多分今回の環境だいぶ強いと思うんだよね、あいつ。なんでこんなところに大猿が。そうか、ウィロー、ウィロー、ウィロー。大猿を見ますか。ちょっとじっとしていてもらうな。じっとしていてもらうよ。これに力を集めると
相手の時の封印が解ける仕組みなんだ。不要なチームには消えてもらうから、あとはよろしく。素晴らしい。何の聞いても素晴らしい。ただこれを毎回見るのか。時を司る神だ。ってことは時止めとかできるのかな。時止め、ザワールドとか言ってさ、時を止めるぞって。ロードローラーよみたいな。ないか。さすがにないか。まあここはですね、まあキーストドロップでどうせ10万ダウンかかっちゃうんで、まあ普通に攻めようかな。なんかあんま何も考えずに攻めた方がいい気がするんだよね。なんならザマス亀裂狙いたいんで、存分に攻めようかな。ただこれだと亀裂ちょっと怖いけど、まあ気力耐性上がってるしな、大丈夫だと思う。エナジー6個かな。どうしよう、融合1000、あ、2000でいいかな。ぶっちゃけ十分だよね。はい、まあまあまあ融合の気力は守りに越したことはないでしょう。さあこんなところですかね。感謝します。私を恐れているのですね。さすが私。多分今回ゲットしたスタンプこれかな、魔人ベジータ。あの段位18になったんで極み、多分それでもらいました。さあどんな感じ。腎臓が出てない。おっと、腎臓が出てないぞ。ってことはアイテムが分かっている。はい、ただ早速レベル8。なんかもうゴリ押せそうだけどね、これどうなの。ガードだって上げても10万があるから。あ、1で切るの。うわー。どうしたあっと、タイミング噛み合った。はい、こっちの方がライフ少なかったんでよかったですね。今体力順が逆だったらミロがあのロゼの後になってて返されてたんだよね、10万ダウンなんですけど、これがノーアバデッキの強み。いやーよかったよかった。いやこれもこれで強いしな。この声が聞こえないんだよね、なんて言ってんだろう。よそ見しちゃダメだよ。はい、バーサーカー外しますか。ミラクルの風欲しいんでバーサーカーをわざと負けたい。さあこれは亀裂どうだろうか、入ったかな。落ちろ、あ落ちない。いや極円か、次極円が硬い。どうしようかな、ガンガンでいこうかな。先行は取れると思うんだよね。あ、ガンガンでいいんじゃねこれ。あ、てかここ押した方がいいわ。ザマス落とせなかったからそれがきついんですけど、完全ダメージ。あ、てかキーソードロックでさ、あれじゃん、腎臓止めちゃえばもう相手火力出せなくなる。あーいいね、腎臓止めろ。果てしなく強いんだな。これ反則だと思うんだけど、反則を極めてる。外しても、あー当たったし、外してもさ10万ダウンだもん、やばくない、えげつないんだけど。これ腎臓がちょっとかわいそうになってきたもんね。正直言ってこれさ、どうなんだろう、今の環境だと腎臓一強じゃないかなっていう。なんかさアルティメットアビリティのね存在もあるし、なんかそれ考えると別に腎臓一強でもないよね。海洋神もね強くなったしね、平均的になんかアバターが強いイメージ。今は君では逃げられない。さ、君では逃げられないよ、封印するよ。さあこれはね逃れられないんでね。まあ言うて10万ダウンあれか、返されちゃうな次で。あ、じゃないわ、ごめん思いついたわ。あの3ラウンド目の守り方なんですけど、ウィロー確かアタッカーが2人いないとダメなんじゃなかったっけ。あれ違うっけ、なんだっけウィローって、なんかそんな感じだった気がする。ちょっと待って、見た方が早いな。
あれウィローってさ、相手のアタッカーが2人以上じゃなかったっけ。だとしたら別に1枚出しすれば守れると思うんだけどね。理論上は守れちゃうよ。あ、やっぱそうだわ。見て、両チームともにアタッカー2人以上なんで、1枚出しすれば回避できますね。じゃあ次削れなくても3ラウンド1枚出しすれば別に耐えられるのかな。てかそもそも3ラウンド目これ先行取れんじゃね。セントラル制限あるから、あ、そうするわ。じゃあここ7000制限でいきます。いや、7000よりも 60% ダウンの方が刺さるかな。はい、じゃあ戦闘力キラーで 60% ダウン&気力回復量超ダウン。さあクラッとけグズで、アルティメットエナジーあるんでこれで気絶狙います。このラウンド、はい、普通に守ります。でこれ融合を守った方がいいのかな。これはスルーして、これさ融合、どうだろう、先行取れるかな。あ、超強力な気力ダメージいないんだ。じゃあこれでいいかな。融合出す。いやでもな、融合がまん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 万が一消したら嫌だし、よしこれでいこうかな。送信するスタンプを選ぼう。いや先行取れると思うけどね。多分 60% ダウンでしょ。65じゃないけど、相手だって気力下がってんもんね。あの素足でさ、素足で私を恐れているのです。さすが私、最強はこの俺だ。怯えているな。無理もあるまい。無理もあるまい。おめえにおらあこやめ。いいね、手洗い髪。スタンプ増えてきたね。感謝しますよ。なんかここでアイオスの最強はこの俺だスタンプ出ないかな。さすが私、私を恐れているのです。いやでもやっぱこれいいよねまあね、滅多に使わないんですけど、これは褒めてあげましょう。激しくいきますよ。さあ激しくいきますよ。さあどうかな。あ、いいね、先行取ったんじゃないこれ。流れはかなり、てかもうフューを警戒する必要がないのがでかい。さあさらにキーソードじゃなくて、なんだっけこれ、タイムなんちゃらのレベルマックス。さあ3000固定もまあ普通にでかい。ただあれですね、なんかコルンガがまあ壊れすぎてたっていうのもあるのか、ちょっとこの大猿のやつはまあ微妙だね。あー、なんかそんな脅威を感じないかな。言うて3000固定だけでしょ。まあ2ラウンドで打ててもね、なんかゴッドナマとかの方が怖かったかなっていう、個人的に。まあ、タイムなんちゃらはあれだね、バランスがかなり整ってていいかもしれないです、はい、あ、時の牢獄発動した。これでさっきのレンマと同じような状態になったね。いやー演出はだいぶいいっすね。はい、おお悟空出てきた。4になんないかなスーパーサイジン4だぜとか言ってないか。隠し演出とかないのかなこれ。よし、なんかある一定の条件を満たすとみたいなスーパーサイジン4に覚醒みたいな、ないか。はい、アイオスめちゃくちゃいいな。すごい使いやすい、めちゃくちゃ使いやすい。フルートゲージが2つ減ってしまった。まあここは極炎なんで大丈夫でしょう。はい、アルティメットエナジーだけちょっとやっちゃいますか。言うてさ、ベニカ面怖いし。こんなもんか。あ、いいね、エナ破壊、エナ破壊、よし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 。エナジー2破壊、あ、1破壊で、アルエナで2破壊だ、マイナス3。でかい、超でかい、超でかい、超でかい。てか、なんならアルティメットエナジーこれに入ってほしいんだよね。はい、過去の自分にズドン。はい、エド M ブラック。さあ、アルエナ、こいつに入ってくれればこのラウンドはもう何にも怖いものがなくなるんで、はい、行きます。これ最近引きがいいからね。
当たってくれると思います。ほらまあまあまあ大丈夫大丈夫大丈夫、エナジー3だったら全然大丈夫。結局ベニカメン君がね、何が怖いかってエナジーがね溜まってる状態が怖いだけだから、まあこれだったら大丈夫です。でさらに言うと、こっちの融合のパワーはコピーされてるわけじゃないから、まあそんな火力出さないでしょさすがにね。あ、ちなみにこれアイオスに当たってるから気絶しない。はい、ノーチャージ。これはさすがに耐えたんじゃないかな。俺で倒されたら、あーやらないか。ハメハメハー、もういっかな、どうしよう、いっか。はい、じゃあラウンド3へ。いやーでもこれで落とさないといけないんでね、ちょっとそこが難しいんですけど、戦闘力制限で先行は取れるから、あとは2万落とせればいいんだけど、あー極円だ、極円多すぎだろ。何千制限？あ、強っ。アイオスちょっとアビリティ持ちすぎじゃない？はい、来た。はい、戦闘制限で、じゃあ行きまーす。どうしようかな、融合下げるか。融合さ、アタッカーだとちょっと逆にまずい気がする。パワー奪われちゃうから。だったらまあこんな感じ。てか俺落とせなくない？どうなんだろう。いや落とすにしても融合だってさ、あれだもんね、ないもん。あーなるほどね。じゃあまあこの陣形でいいかなーって感じですけどね。素足が発動しないからな。7000でしょ。あ、それで使ってきたのか。相手しかも融合のエナジー10も無理だし、まあやっぱ7000ちょっと刺さってますね。でも守れんのかな相手。守りがあとウィローしかないんで、ゴリ押せんじゃないかな。これどうだろう、いけるか。ゴリ押す、これどうなの。行ってみるか。よし、てかなんなら先行取ってるから多分先行乱発もあるし、行ってみようか。あ、1枚出し、いや2枚出しか。チームの時の鍵がレベルアップしてしまった。あー見せてやる、見せてやる、命よりよしろ。いや腎臓と入れ替わった、マジかよ。うわ、腎臓なのマジ。いやゴリ押せないなこれ多分。いやわかんないけど、さすがにきつくない。あと何か持ってたっけ。超アビはないもんね。あーでもパワー半減があるのか。これ無条件だもんね、強いよね。無条件であれは強いと思う。はいはいはい。いやー融合下げればよかったこれ。まあまあまあ削れるところまでは削りたいですね。あーガードは下がってんだよね。どうだろうね、どうなんだろう。いやーブロックバーストそこかよ。融合じゃないの、かわいいな。止められててもかわいいな。いやーこれちょっとさ、融合出さなきゃよかったなーって思ったけど、まあもうしょうがないですね。折り寄せればいいんだけど。次の敵の攻撃に気をつけるんだ。言うてガードは下がってるからね。いやー微妙。はいはいはい。さあどうかな。レベルダウンしたぞ。いい感じに。ああまあまあまあ良さげなダメージですけど、融合がさちょっとパワーめっちゃ上がってるから、そこに期待だね。ここね、これだいぶ高いから。
あとはあーっとガバキーガバガバブーストゲージが2つ減ってしまった。まあそこガバるんだよなあいつも。あーそうでもない。敵のカウンターラッシュ発動だ。いやー待って、これきつくね。これがどうだろうな、腎臓に当たればいいんだけどね。これ与えるダメージ半分ついてるし、あエナジー2破壊もでかいでかいね。赤キーいるからね、赤キーがいるから。来た来た、腎臓に入った、でかい、超でかい。さあこれはだいぶ相手からしたら痛いんじゃないでしょうか。エナマイナス2も強いし、4ダメ半減なんで腎臓が半分になってます。ダメージかなりでかいね今のやつ。あー微妙、あー危ねえ危ない。あ貫通で、これ貫通であれか。どうだろう、龍拳ダブル超エナジーどうなんだろう。これ超エナが怖いな、ぶっちゃけ超エナ怖い。はい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 、龍拳も怖い。半分って言っても強いんだよなこれ。うわー、これは半減の火力ではない、これはおかしい、さすがとしか言いようがない。さあこれで腎臓がオワコンなのでしょうか、果たして。腎臓オワコンは絶対持ってるよね。いやーまあアユ強いけど、確かにミロウとかいるとねきついですね。うわーおかしいだろー、なんで半分にしてんのにさ、そんな意味わかんないダメージ入んだって。おかしいほどダメージ入ってんだけどマジで。あとはこれ次第だけど、まあエナジーがいて、あ6個か、どうだろう。あ耐えた、あ全然入んない。えあそんなもんなんだ。いや正直飛ばされたかなって思った、だいぶヒヤッとした。はいズドーン、おー強ー、マジでさすが素足さまさま。はい、それでは3500なんで、まあ、ゴリ押せればいいんだけどね。25万も絶対いらないわっていう戦闘力が果てしないほど出ている。ブロバやったー、あーもう何もないでしょ、相手もう守れないでしょ。あとはでも決めるしかないのか、チャージを。これはどうだ、7、8、9、10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 、
してしまった。いやー、ちょっと今回長丁場っすね。ちょっとちょっとここまで、長い動画にするつもりはなかったんですけど、まあちょっとカットとかでいい感じにしていきたい。さあ2019、2022がいいか。はい、まあさすが融合ですね。まあ強い。だ融合もその戦闘力がある限り、まあ完全にアイオスで腐ったわけではないからね。まあよかったね。普通に強い。てか融合ってそのあれじゃない、超アビリティも強いけど、何が強いかって言われたらパワーワイズを戦闘力バイズだから、そんな劇的に良くなった感じはしないけどね実際。はい、優勝いただき、強いからの時の牢獄強い。さあこれはいったんじゃないかな。あ、もうなんかチャージがふぬけなんだけど、チャージがだいぶふぬけてるけど、おっしゃー、入ったー。さあじゃあまあ最後はね、タイムデストラクションで決めてもらいましょう。時の中で朽ち果てるがいいね。なんか冷徹な感じがすごくいいね、うん、クールビューティーっていう言葉がすごくよく似合う。はい、ズバーン。はい、素足も強い、強すぎ。
ということで今回はウルトラゴッドミッション1弾シークレットレアアイオスちゃんを使ってバトルスポーツスタジアムに挑戦してみました。はい、とても素晴らしいキャラクターだったと思います。そしてラスト大丈夫かい。もうまあね、敵チームをこう心配するっていうね、すごい優しい一面を見せる、すごいいいキャラだったなって思います。ツンデレなのかな、どうなんだろう。なんかツンデレっていう感じもするけど、すごく可愛いキャラで、ね、さらにカード性能もぶっちぎりで強かったんで、ね、あの状況で勝つっていうのも素晴らしいカードなんじゃないかと思いました。はい、間違いなく今度は最高のカードでしょう。ということでこちらの動画もしよろしければチャンネル登録と高評価などもよろしくお願いいたします。ということで、ね、最後噛んじゃいましたけど、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。